2021年に加藤豪介が自分で解説したホームランがヤバすぎる。たくさん質問をいただいた、なぜ肩にバットを置いたかについて。アストロズととの科学的分析、指導によりスプリンガーが2014年から2017年に三振率を下げホームランを増やした。バットが出る前に、背骨とバットの角度を90度にするとコンタクト率が高くなるという理論。アストロズのほとんどの選手が同じように90度になっている。肩に乗せることによって、簡単に90度にできた。イチローさんのフォームを見ると、科学的根拠で明らかにされる前から、90度になっていることがわかる。イチローさんのコンタクト率が高い理由の一つかもしれない。今までコンタクト率が高いと、目がいいとか、ハンドアイコーディネーションが優れているということが言われてきたが、それに加えて、この90度の理論が含まれるのかもしれない。すげえ、ちゃんと理論があって肩乗せてんのな。ワイワイも肩に乗せてやってみようかな。テイラー・ウォードも肩にバット置く派よな。やっぱコンタクトポイントまで近道するためやんな。メジャーだとほとんどこれだから村上みたいな構えだと絶対通用しないって言ってきたわ。投球モーションに合わせてトップを作れだなんて指導よりよほど簡単なのでは。